名古屋市中村区のカラオケ店で昨日、20歳の女性が包丁で刺され死亡した事件では、自ら通報した曽我晴樹容疑者が殺人未遂の現行犯で逮捕されています。曽我容疑者が住むマンションの部屋の浴槽からは別の女性の遺体が見つかっていて、警察の司法解剖の結果、職業不詳、長野詩織さんと確認されました。また。 死因は水を張った浴槽での溺死とみられ、何者かによって殺害された疑いが強いということです。蘇我容疑者は昨日風呂場で沈めて殺したと警察に話していました。